めぐみさんとか来てくれた。もう始まってんの？うん、始めました。映っちゃうよ。いい？こんにちは。今日はですね、今展示会を開催中なんですけど、この黒板のところ、プロフィールを書いていますけど、ちょっと隙間が空いているので、ここで、チョークでタングルを書いていきたいなと思います。あ、ちろみさんありがとうございます。無事に開催できました。何から書きますか？チョークね。うん、私大体いつも知ってる人は、まあ、またそれかってなると思うんですけど、サイムが好きで、うん、素敵です。すごいチョーク。めっちゃ近くないですか？うん、こんな感じ。うん、いいですよ。サイムってティップルみたいな、はい、ブロンクスチアみたいなのが好きで、私大体いつもこういうの描いちゃうんですけど、うん、素敵です。黄色と白がちょっと分かりづらいかな。でも、うん、分かる。はい、声だけ参加してます。ふうかです。ふうかさんですかって書いてくれて、ふうかさん、ね、顔出しは嫌だそうなんで残念ながら。チョークって懐かしいですって。いや、もう本当そうですよ。そういちさんありがとうございました。うん、この緑って自分の学生の頃はなかったですね。私どうだったかな。こんな色あった？いやー、この緑はなんか新鮮ないかな。ねえ、でも白と赤と、うん、水色はと黄色もあった。黄色もないだけど、水色とかこの緑のチョークって。ジラミさん、居眠りして飛んできたなチョーク。またみたいなことあるの？でも消さないって、まあチョーク消せるけど、でも消さないと思って書くとしたら通じるとこあるね。そうですね、うん、あのノーミステイク精神、ね、そう、うん、空間を思いっきり埋める。うん、ドロービハインドでとっても素敵です。いいね、ありがとうございます。難しいな。今度学校借りて、みん何人かでさ、みんなで書くってどう？黒板に？そう、面白そう。なんかさ、でもチョークアートみたいな、うん、ねえ、今そういうお仕事もあるもんね。ねえ、そうだよね。チョークでタングルは初ですか？初ですね。初めての書く機会がないもんね。ね、そうね。難しい。でも黒板ってなんかノートに
書くときの文字と同じように書けないじゃないですか。あ、そう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 、なんかね、大きいし、うん、大きい、感覚も難しいしね。なんか学生の頃からこう黒板で綺麗に書ける人にすごく憧れていて黒板ってね、先生が書くもんって思ってるのにね、なんかね。あ、塗りつぶしもいいね。いやでもなんかこれをさ、そのチョークアートとかだったらすごい綺麗に塗りつぶすじゃない？うんうんうん。なんかそういうの習ってみたいね。あー、いいね。いい感じにクレセントムーンが入ってます。うん、かわいい、かわいい、やばい、やばいね、これは。いい、いい。これ蛍光が、蛍光色かな、なんかすごい綺麗な発色、なんか激しめな、うん、うん、うん、いい感じよ。本当はなんかね、7色使いたかったんだけど、うん、あ、そっか、そう、ないのよね、多分ね。あ、でも紫とかもある、ある？お、1、2、3、4、今4色 4、5、6、あ、惜しい、6しかない、惜しい残念ながら。紫あるんだ。本当だ。うん、いいね。うん、いいです。リキシティも描きました。なんかデザフェスとかに行ったら、こういう大きなあの壁に、うん、何、パフォーマンスでこう絵を描いてる人たちがいる。はい、うんうん。なんかでも全体でもできるね。いや、できると思うんだけど、うん、私もすでに右腕がしんどい。そっか、手上げたまま描くもんね。そう、だからあのライブで描いてる人たちすごいなと思って。確かに。思った以上に体力が必要だね。本当だ。あれ、青色まだ使ってない。うん、水、うん、水色まだね。あ、ちょっと白っぽいね、これ。青なんだ。あ、本当だね。あ、こっちの方が濃いかも。うん。あ、本当だ。え、もしかして水色だったのかな。水色だ。うん、ブロンクスチェリーだね。いい、いい感じ。あともう一色欲しかったですね。ね。ピンク、薄、うん、そうだね、薄いピンクとかオレンジがあればよかったね。あ、オレンジ見たことないよね。あ、そこにある、あ、太いやつ。おお、どんな感じになる、すごい太さて、でもこれ角を使えば、あ、角を使えば、おお、白い、あ、本当だ。あ、でもちょっとね、あ、でも、うん、塗りつぶすとちょっと違うかな。それきっと人の顔を描くとき肌色なのかな。あ、でも白っぽいね。ね、白っぽいね。うん、でも一応肌色なんだよね。そうだね。ほぼ白だな。花びらの先の辺を塗ってみる。でもあんま変わんないか。うん、いや、塗るの難しい。あ、太いからね。確かに。お、ぼかしもできる。本当だ。あ、素敵。使えないけど。うん。殺筆が手で殺筆代わり。お、素敵素敵。
あ、いい感じですよ。いい感じです、うん、もうちょっと色がはっきり出ればいい。そう、肌色がちょっとね、白と一緒になる。あ、綺麗なぼかし見てみて、ほら。あ、本当だ、うん、やばい、直で見ると汚いんだけど。いやいやいや、映像すごいいい感じです。画像だといいですね。いい、太いのはね、描きづらいか。素敵。やばい、手がすごいことになってきた、うん、これ、使ってください、ね、これ、これは何？あ、これ茶色かな。うん、お花の真ん中に入れる。あ、めっちゃ茶色。茶色、うん、じゃあ7色あったね、8色になっちゃったか。でもでもこの肌色がほとんど白に見えちゃうから。あ、いい感じ、アクセントになってきました。うん、いい、すごい締まってきました。茶色いな。あ、いい感じ。でもなんかそのドットがやりづらくないですか。やりづらい。昨日ね、ちょっとここからここからドットをつけようと思ってちょっと描いたんだけど、うん、それがうまく、そうなの、角がいっぱいあるからね。そう丸がうまくね、できなかったの、うん。うん、あ、なんかこういうのも本当はみんな来れたらみんなで描きたかった ね。コロナで。本当だ、いい感じだ。もうちょっと、うん、あ、ぼかしも素敵です。テーマやばいことになっちゃうね、黒いけど、うん、すごい、うん、だいぶ埋まったんじゃないですか。うん、埋まりましたね。ふうかさんもちょっと描きたそうよ。どこに描きたそうかな。なんか何描いたらいいかな。なんか好きなタングル、ちょっと変な、ちょっとうちの隅にちょっと描きましょう。うん、違うタングルがいい。あ、いいよ、何でも。ごめんね、踏んじゃった、うん、私の好きな力士を続きで描いちゃいます。どうぞどうぞ。あ、ふうかさんの顔を映さない方がいい。うん、ね、みんなで描けたらよかったね。ね、ほんと。あ、はみ出る、うん、そうなの、そうなの。あ、いいね、そこにリクシティ来るのいいですね、うん、違うの。やばい、私の最初のサインがだいぶでかすぎたな。あ、いや、いいと思います。やっぱり最初にね、あの何かボーンとないと。今日はこの展示会のですね、特番のところにプロフィールを貼ってるんですけど、ふうかさんがいろいろ飾り付けをしてくれて、ちょっと空いた隙間にチョークを使って描いてます。ムーカとかは、うん、うん、失敗がない。そうだそうだ、ちょっと消しすぎてしまいましたね。ムーカをどこに入れるかな。なんかこっち側、うん、こっち側、黄色どっちから生やすか。うん、いいね。
浮かさない方がいい。難しいです。ドローイングビハインドして。お、いいじゃないですか。あ、和江さんだ。出先からありがとう。今ね、だいぶかけたよ。混じりますか。あ、いいね、頭ツヤツヤしてる。ふうかさんナイスって。ありがとうございます。みんながいたらもっとうまいのにな。あと回りますよ。はい、どうぞ。いいじゃないですか。もうでもだいぶ埋まってきたね。埋まってきましたね。ピンク、ピンク、うん、すごい広がりが出てきました。うん。うん、渦巻きの殻のプリンテンプス入ってます。これね、茶色なんですよね。茶色、オレンジ、茶色、茶色か、え、オレンジかな、ね、いや、わかんない色だね。茶色な、ね、うん、うん、1,2,3,4,5,6,7色だね。これ入れた？これ入れてない。それもなんか白だ、白って感じ。もうこれ白だね。7色で7つの色で合ってるね。うん。うん、素敵素敵。いい。み、緑の葉っぱの塗りつぶしがすごいグッと効いてるし、サイム。サイムもうちょっと目立たせた、目立たせたい。太くする線。うん。あ、いいね。あ、いい感じになってきましたね。うん。グッと際立つ。うん。うん、いい、いいね、すごい、見て見て見て、ほら、あ、本当だね、すごい素敵、いい感じですね、うん、外側の白をもうちょっとフットクする。あ、このサイズな、うん、ごめん、やべ、太すぎた。いや、いやいや、それぐらいがいいと思います。すみません、口で言うだけでごめんね。いや、ふうかさんの、 あ、素敵です。いい、いいと思います。すごいいいです。ふうかさんの素敵なナビが、うん、いい、いいです、いいです、うん、いいです。いや、ちょっと色が混じっちゃった、うん、いい、いい、ほら、あ、いい感じ、うん、すごい素敵。お、チョックでタングル、なかなかいいね。あ、よかった、あ、やった。
和井さんも来て書いてほしいな、ね、飛んでこれないもん。どこでもドアがあるといいのにな。こんなもんですかね、初めての、うん、素敵素敵パチパチパチよかった。よし、できました。黒板ゾーン、なかなかあの準備が追いつかなくてですね、空いて寂しいスペースでしたけど、ありがとうございます。華やかになりました。ふうかさん、ありがとうございます。一応7色は使ってあります、うんうん、はい、じゃあですね、今日のインスタライブは以上になります。また後日、展示してる作品の紹介などもしたいなと思うので、またやりたいと思います。皆さんありがとうございました。